私の名前は小笠原奈々。武蔵川女子中学校の1年生だ。どうしてこんなことになったのだろう。放課後、演劇部のみんなと先輩たちとで残って遊んでいたら、急に目の前が真っ白になって、気がついたらこんなところに監禁されていた。友達で同じクラスの山瀬千早ちゃんと、違うクラスだけど私の幼馴染の天戸谷なりちゃん。目が覚めた時、二人は一緒にいたんだけれど、違うクラスの部員、霧上光ちゃんと、成瀬先輩と風音先輩の三人の姿は見えなかった。私たちはあてもなくこの旧校舎を歩き回っていたのだけれど、トイレしたくて一人でここに入った千早ちゃんが怖い声を聞いたって飛び出してきたので、その時落としたポーチを拾いに私が代わりに入ってきてあげたのだ。っていうかここ男子トイレだよ、千早ちゃんたら。あった、これだ。なあな。脅かさないでよ。ごめん、ナーナが遅いから心配で。平気？うん、大丈夫。ありがとう。さあ、私は千早見てるから、早く戻ってきて。人だな。よく見つけたな。最近は人が川屋に入っているのに、平気で扉を開ける輩がいて、いささかヘキヘキしていたんだ。怖がりの僕だけど、川屋は落ち着くんでね。不思議、どうしてだろう。幽霊なのにこの人はなんだか怖くない気がする。ナーナちゃん。千早ちゃん、見つかったよ。はい、これ。ありがとう。千早、あんたさ、自分が落としたものぐらい自分で取ってきなよ。なりちゃん。私千早ちゃん、泣かないで。怖いのいなかったよ。代わりにね、人玉がいたの。話もしちゃった。マジやばくない？大丈夫だよ、優しそうな人だったし。会ってみる？はあ？私、会ってみたい。ここに来てから、もう何時間も、私たち以外の人と喋ってないもの。本当だ。怖くない。君たちにお願いがある。僕の大事な紳士セットを勝手に持って行った奴がいるんだ。
ハットとメガネなんだがね。もし見つけたら、持ってきてくれないか。困っているのですね。わかりました。待っててください。よろしく頼む。よろしく頼む。引き受けちゃったからには頑張ろう。うん。まったくもう。お気に召さないみたい。この人のじゃないよね、やっぱり。上にいる奴らは本当のことを言ってるよ。信じなきゃダメだよ。寄り道をせずに、今このまま北へ戻って、上の階へ登るといいよ。ありがとう。このメガネ、僕のためにこの世に存在している気がするんだよ。とっても似合うと思います。あとは帽子ですね。よろしく頼む。綺麗な鍵だ。僕のものだ。
この帽子は？切れた私。あんたね、今はみんなが守ってくれるいつもの日常じゃないんだよ。最悪自分の身は自分で守らなきゃいけないんだ。この状況で友達だからっていつまでも甘えてられると思わないで。行けばいいと。ナリちゃん、そんな言い方ひどすぎるよ。みんながナリちゃんみたいに強い子じゃないんだよ。じゃあもう勝手にしなよ。ありがとう。大事にしていたんだ、この帽子。田中が、部下が、僕のために選んでくれてね。よかった。大事な思い出の品だったのですね。人助けができてよかったです。ね。うん。優しいな、君たちは。本当にありがとう。その澄んだ瞳、清らかな心、僕が生きていたら全力で守ってあげたかった。大事にしてくれ。ここでは心の尊厳は簡単に崩壊する。こんな時だからこそ、自暴自棄の誘惑に負けない気持ちを、凛とした自分を、しっかりと愛してあげてくれ。僕は帰るべき場所に行くよ。君たちもきっと帰れるよう祈っている。さらばだ。 I love you。まあこの学校からは成仏できないから、僕はここに帰るしかないんだけどね。ああ、落ち着くな。なんだか楽しい人だね。私たちは少し心にしこりを残しながらも、人助けをした充実感を持ってトイレから離れ、再び当てもなく真っ暗な校舎を歩き始めた。成瀬先輩、風音先輩、光ちゃん、いなくなった三人の名前を呼びながら、けれど私たちの声は目の前の闇に染み込むように溶けて消えてゆく。いつしか声も枯れ果てて、体も動かなくなってしまうのだろうか。それでも三人で決めたんだ。
私たちは歩みを進める。諦めない。とにかくあがいて、叫び続ける。命ある限り。ゆかちゃん、どうして逃げるんだい？まさか、見られたのか。写メを撮っているところ。追いかけないと。ゆかちゃん、これじゃさすがに隠れられないか。大丈夫か？すまない。あ、いや。平気だよ。こっちこそ悪かった。よそ見をしていて。俺と違う学校だね。俺は、白檀高等学校のキザミだ。キサラギ学園、森重作太郎だ。生きている人に会えて、よかった。壊れていないか？ほら。ん？いい！自分で取れる！返せ！くそ！画像開いたままだったじゃないか。見られたか？死体の写真。だったら、こいつと行動を共にするのはもう無理だな。手に見るなよ。失敬する。お前やったのか、それ。何？お前も同類かと思ってね。何のことだかわからない。俺に構わないでくれ。うん。
また会おうぜ、おい。近いうちにな。お姉ちゃん？いる？うん、いますよ。どうぞ。どうしたのですか？ちっちゃい肩をすぼめてしまって。キュートなお顔が泣いてますね。おいで。黙っていたいですか？話したいですか？聞いてほしい。うん？聞かせてください。姉ちゃんって、今のお仕事、いつ、なりたいって決めたの？そうですね。確か、ちょうど、あゆみちゃんと同じくらいの時でしたね。迷いは、なかった？はい。私は、大いなる自然の意志に、ただ、身を委ねているだけですから。まあ、反対はいっぱいやりましたけれど。あゆみちゃんも、見ていた通りですね。姉ちゃん、かっこいい。私は、自分の力が不安で、一歩前に出ることが、怖くてできないの。怖くて、怖くて。自信。うん。単純な言葉だけど、とっても大事なことですね。あゆみちゃんの実力は、本物ですよ。お姉ちゃん、ずっと見てきました。苦労して苦労して、一生懸命積み重ねてきた、今の実力でしょ？それなのに、あなた自身があなたを信じてあげなくてどうしますか？イラストレーターを夢見て、今まで一生懸命描き続けてきたあゆみちゃん。頑張ってお父様やお母様に、堅実な職業をと何度反対されても、夢に向かって目をキラキラさせて進み続けたあゆみちゃん。信じてあげなきゃかわいそうでしょ？まだ隠れている子がいますね。ここに。うん。出ておいで。お話聞かせて。私より上手い人、いっぱいいるもん。ネットとか見てたら。私、どんどん自信なくして、何千、何万もの人がいる中で。どれだけの幸運か力があったら、その人たちの前に出ていけるのって。私のお友達に、
お仕事で絵を描いている方がいますが、案外どういう世界でも動いたものがどんどん夢をつかんでいくと聞きますよ。この子を知っていますか？今、心霊研究の学会の間でも、作家業界の間でも有名になりつつある女の子。なんて読むの？さえのき？さえのきなほさん。すごいスピードで作品を書き上げて、どん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 投稿して、めきめきと頭角を現している次の半期の芥川賞、最有力候補と目されているんだとか。すごい。なんと、あゆみちゃんと同い年なんですよ。この子はですね、実は誰に文法やロジックの組み立て方を教わったわけでもなく、ただひたすらに画流で書き続けているそうなのです。どうやら書くことが楽しくて仕方がないみたいですね。楽しいと。自分を信じて初心を忘れず、失敗してもその時対処すればいい。私もいつもそう自分に言い聞かせているのですよ。お姉ちゃん。はい。決めた。私もっと頑張って絵描きさんになる。うん。うん。それでね、同い年のこの人、なほ、なほさんの本に、表紙、書かせてもらうんだ。わー、すごい。素敵ですね。お姉ちゃんも、その本、今から楽しみですよ。私の自慢の妹ですって、うちのお客さんに自慢しちゃいます。応援してくれる？はい。お姉ちゃん、大好き！お姉ちゃん、応援していますよ。あゆみちゃん。おお、これってデートに誘っても OK ってことか？あれ？何そのセリフ？俺ん時そんなのなかった。来いよ。恋のソムリエ、片山様と呼んでも構わんぞ。まだまだだよ。とにかく一遍クリアしてくるんだ。話はそれからだ。ち、見てろ。度肝抜いてやる。盛り上がるのは結構だが、ここが生徒会室であることは忘れてないだろうな。もちろん忘れてない。大丈夫大丈夫、いつものことだし。俺たち適当に遊んでるから気にしなくていいぞ。そうそう。
さっさと生徒会の仕事を終わらせて、一緒に帰ろうよ、マサト。あのなあ。あ、ちょっと、りょうすけ、それ二股って言わない？うん、俺は手広く行くのさ。うら！うわ、手出した！なんてことを。ウィース。まあ、ちゃんと本命一筋で行けよ。ん？何騒いでんの？俺も混ぜてくれよ。ただの恋愛ゲームだぞ。おお、ゲーム。お前らほんと好きだよな。今、カッコ笑いとかつけなかったか、おい。いや、だってさ、ね。恋愛プアーは言うことが違うね。なんだと？まあ、実物見て目覚ませって。おお、かわいいじゃん。だろ？へえ、なにこれ超リアル。あ、なあなあ、これ袋にやらせようぜ。いいね。ふっくろいくーん。ちょっとこれマジで面白そう。一緒にやろうぜ。はあ、俺は今仕事中。硬いこと言うなって。ほら、フクロイどの子が好み？選ぶまで仕事させないぞ。たく、邪魔ばかりするなお前らは。うん、うん、お、かわいいな。おお、ちっちゃ。おお、胸でっけ。うわ、ちち見て即決って。フクロイ、お前巨乳好きだったのか。巨乳とか大声で言うな。なるほどな。いや、うん、いいんじゃないの。性癖が出るよな、こういうの。お堅い人ほどむっつりだという典型的なパターンですね。うるさい。照れない照れない。じゃあ俺部活行ってくるわ。って、ところで片山、今度それマジ貸してくんない？篠崎さん、二日ぶりね。風邪大丈夫？うん、もう大丈夫。午前中病院にも行ってきたし。そう、よかったわ。ねえねえ、それより話の続き。先生、彼氏いないの？ええ、寂しい一人暮らしよ。高校生の時にお付き合いしてた人はいたけどね。そうなの？聞かせて聞かせて。あなたと同じ制服を着て、よく3階の渡り廊下で会ってたっけ。当時は若かったな、私も。
いいよね、あそこ。静かだし、街見渡せるし。で、どんな人だったの？そうね。優しい人だったよ。ぶっきらぼうな喋り方する人だったから、よく誤解されてたけど。ちゃんと向き合ってみると、言葉の端々に優しさがあったんだよね。私だけが理解してあげてたの。これ自慢。素敵。で、どこまで進んでたの？他の子には内緒よ。実はキスもしてないの。手をつないだだけで心臓が破裂しそうだったもの。先生でもそうなんだ。でもね、手と一緒に心がつながってたから、私はいつも満たされてたよ。素敵。今時じゃこんなのかっこ悪いかしら。私はなんだか好印象。ゆい先生、日直日誌持ってきたけど。あら、岸沼くん。いいところだったのに。おー、島崎、何してんだ？先生の話を聞いているとこ。楽しそうだな。いいからあっち行って、ガールズトークなんだから。先生、置いとくから。はい。篠崎さん、今日の日直って岸沼くんとあなたじゃなかった？だね。誰が？お疲れ。あつ。ね、あゆみちゃん、大成功だね、おしるこや。びっくり。お客さんまだ途切れないもんね。あゆみちゃんのポスターが良かったんだよね、きっと。そっかな。嬉しい。ありがとう。すごい可愛い。お店終わったら、私一枚もらっていい？もちろんいい。おい、5組で思い切ったお化け屋敷やってるぞ。みんな、見に行かないか？マジ？行こっか。篠崎は？行きたいけど、私責任者だし、お店離れらんないよ。みんなで行ってきて。そっか、残念だな。じゃあ俺も残るかな。篠崎、話し相手になってやるよ。いいよ、大丈夫。みんな気をつけてね。じゃあ、なんか帰りに飲み物でも買ってくるね。行こうるさい。いいのに。
気使われるの嫌いなんだけどな。ナホ君、いるかい？君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、私たちだけで。いないのか？そういえば、今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。先生へ。私、先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分、例の方法を逆打ちすることで帰って来られると思います。体制を持たない先生と田口さんだけでは、あの学校は危険だと思うので。今日学校から帰ったら、やはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。本当に成功するかどうか、低めの確率ですけれど、うまく潜入できれば、きっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事、第3回も編集部が評価してくれたら、美味しいもの、食べさせてね、ナホより。ありがとう、ナホ君。やはり君を危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法はわかっている。僕が後輩と二人で行ってみるから、君は待っていてくれ。書き置きでもしておくか。連れてきてくれたのね。いい子ね。さ、そこに座って。言うこと聞いたから、またご褒美してあげる。いい子、いい子。先生、吉和先生、助けて、手、ほどいて。目の毒かな？目隠ししてきなさい。
今日は声がいまいち張れないな。演劇部には顔出さずにおくか。やっべ、早く行かないとバイト遅刻しちまう。確か体育の時に机に携帯入れっぱなしに。あり、大丈夫か森重。これが大丈夫に見えるのか。いや、悪かった。まったく、お前は少し落ち着いた方がいいと思うぞ。もうメガネがどこかに行っちゃったじゃないか。メガネ？ああ、ちょっと待て。あ、くれぐれも踏みつけないように気をつけ。悪い。死ぬまお前、言ってるそばから踏みやつがあるか。いや、だからその、すまん。今度バイト料入ったら弁償すっからよ。もういいよ。うちに帰れば古いメガネもあるし。そっか。ただこのままじゃ帰れない。メガネがないと全然見えないんだ。責任取って家まで送れ。え？俺バイトが。あとお前んち知らないんだけど。歩きながら教える。バイト先には遅れるって伝えろ。しゃあねえな。じゃあ立てよ。おい、近すぎねえか。仕方ないだろ。こうでもしないと危なくて歩けないんだから。それにしたって知見だよ、決めんだよ、生あったかいんだよ。安心しろ、俺だって気持ち悪い。それより周りに気をつけてしっかり歩けよ。ああ。返事は一回でいい。あれ？あれは知らに。足を打った。よく足元見ろよ。お前が目となれ。文句多いんだよ。ただいまって言いなさい。ただいま。ゆか、あんたベルマーク集めてたよね。うん。ほら、いっぱいもらってきたよ。お隣の佐藤さんがゆかちゃんにって。よかったね。どうする？自分で学校持ってく？お母さんに任せる？
休暇持ってく。そう、褒められておいで。って、あんたもいっぱい貯めたのね。何買ってるの？ビーズ。あー、なるほど、香りのビーズね。今ね、新しいの買ってきたの。キャラメル味。ほう、今度はどんな効果があるの？怪我とか事故とかから守ってくれるの。あとね、あら、そう。大事にしなさいね。うん。恋愛成就だもん。開けた人に思いが通じるもん。あら、本当？あれれ、誰にあげるのかしらね。クラスの子？もう、大丈夫。はいはい。あ、そうそう、ゆか。あんたね、サトシのベッドに靴下とかパンツとか置き忘れるのやめた方がいいわよ。洗濯物、自分で畳むのは偉いんだけどね。お部屋に戻って、しまう前にそうやって寝ちゃうから忘れていくのよね。気をつけるもん。うん。ゆか、ビーズ、グッドラック。人玉さんと別れてからも、私たちは荒れ果てた校舎をさまよっていた。成瀬先輩、風音先輩、光ちゃんはまだ見つからない。どんなに歩いても出会えない。どんなに呼びかけても返事はない。不安と苛立ちが募るばかりで、私たちはかなり疲れ切ってたんだと思う。なりちゃんと千早ちゃんが喧嘩した。口喧嘩はいつものことで、きっとまたすぐ仲直りするだろうと思っていた。なのに、その時は少し違っていた。気が済むわけ？
いい加減黙って走りなさいよ。アリさんも意地悪、意地っぱり。は？そうやって自分は平気そうなふりして、本当は違うくせに、本当は私に八つ当たりしたいだけなんだ。何言ってんのあんた。もうナリちゃん、千早ちゃんもやめなよ。私は悪くないよ、ナリちゃんが怒ってばっかりのだけだもん。人のせいにしないでよ。そもそもあんたがイラつかせるから悪いんでしょ。だって同じところを歩いて走って本当に疲れたんだもん。それにこんなとこにいたら誰だって頭がおかしくなっちゃうよ。ナリちゃんだってそう、絶対そうに決まってる。勝手に決めないでよ。とりあえず二人とも落ち着こうね。もうやだよ、動きたくない。千早ちゃん、じゃああんただけ残れば、それで怖い目にあっても知らないからね。いや、いやじゃない。だって足痛いんでしょ、疲れたんでしょ。なら一人でここに残ればいいじゃない。いやー、やめてよ二人とも、今は喧嘩してる場合じゃないでしょ。ねえ、幽霊も近くまで来てるかもしれないよ。とにかく今は隠れられるとこ探そう。私行こう、ナナ。え？ちょっと、ナリちゃん、千早ちゃん、そこにいて。ナリちゃん連れてくる。幽霊に見つからないように物陰に隠れてるんだよ。知らない。え？もう知らないわよ、千早なんて。ナリちゃん。あの子、いつもわがままばかり言って、ナーナやみんなを困らせて。おとなしそうなふりして、言ってることきついしさ。どれだけ猫かぶってんだか、わかったもんじゃないわよ。ナリちゃん、ナリちゃんらしくないよ、そんな言い方。私、二人に喧嘩してほしくない。ナルセ先輩たちを探そうって、今まで一緒に頑張ってきたじゃない。ここで喧嘩してバラバラになったら、千早ちゃんとも、もう会えなくなるかもしれないんだよ。ナリちゃんはそれでもいいの？ねえ、戻ろう。ナリちゃんだって言い過ぎたって思ってるんでしょ？ちはやちゃんもナリちゃんと喧嘩したかったわけじゃないと思う。怖くて怖くて、先が見えない不安に押しつぶされそうになるの、ちょっとわかるもの。でも、そんな時こそ離れ離れになっちゃいけないんだよ！ナーナ。ん？ナーナは強いね。私は、そんな風に考えられる余裕ないな。戻ろっか。幽霊に捕まったら大変だしね。ナリちゃん。うん、戻ろう。あ！
どうしたの、ナナ。学生証が床の隙間に落ちちゃった。ナリちゃんは先に行ってて。え、でも。大丈夫だから、ちはやちゃんとこに早く戻ってあげて。じゃあ先に行ってるけど、ナナもすぐにおいでよ。うん。変なとこに落ちちゃったな。途中で引っかかってくれたのはいいんだけど。うまく取らないと下に落ちちゃうかも。あと少し。あとちょっと。取れた。よかった。急いで戻らないと。あれ、なりちゃん、ちはやちゃん、二人ともどこに行ったの？なりちゃん、ちはやちゃん。学生証を拾うのにかかった時間はそれほど長かったわけじゃない。おそらく2分もかかっていなかったと思う。そう、たった2分。けれどそのたった2分のせいで取り返しのつかない事態に陥ったのだ。私はナリちゃんたちとはぐれてしまった。赤い人玉さんたちまだいたんだ。でもここを抜けないと先に行けないし。まだ探しているのか。混沌と絶望、整頓とお片付け、きっとどこかに埋まっているよ。ほら、そこにも、あっちにも、向こうにも。擦り切れた者たちの爪痕だらけさ。やだ、ついてこないで。あの、誰かと思えば君か。よかった、青い人玉さんまだいたんですね。ああ、僕はこの場所に縛られているからね、移動することはできないんだよ。そうなんですか。でもまた青い人玉さんに会えて嬉しいです。青い人玉さん、君に一つ頼みがあるんだが。はい、何でしょう。その青い人玉さんというのはやめてもらえないだろうか。
私、青い人玉さんの名前知らないです。しまった、淑女に対し僕としたことが、これは失礼した。では改めて、僕の名前は下田総一郎だ。家柄だけは古い家族でね、僕はその当主だったんだよ。この場所、天神小学校が建てられる前はここに僕の屋敷があったんだ。家族？要は血筋を大事にする古い一族さ。僕は少し未練があってここから離れられなくなってしまった。それで君の名は？私は小笠原奈々と言います。武蔵川女子中学校の1年生です。小笠原奈々か、いい名だな。ところで一緒にいた二人はどうしたんだい？しまって、ずっと探してるんですけど、どうしても見つからないんです。それは良くないな。え？これまで粛清してきた子供たちの話によると、この学校では不思議な現象が起きているらしくてね。声は聞こえるのに姿は見えない。一度通った場所をもう一度通ると、そこにあった遺体がまるで何年も経っているかのように白骨化していたとかね。もしかすると君と彼女たちの間でそういった現象が起きているのかもしれないな。じゃあ私はこのままナリちゃんたちと会えずにずっと一人かもしれないってことですか？あくまで可能性であって確信があるわけではない。しかし否定することができない事象でもある。嘘です。気のせいとかただの噂話ですよ、そんなの。だがどうして、ちょっと離れただけでなんでそんなことになるの？ねえ下田さん、嘘だって大丈夫だって言ってください。ねえ下田さん。すまない、僕には否定することができない。人は皆弱いものだ。どんなに心が強い人間であっても必ず弱い部分がある。でもみんなが
本当の自分をさらけ出すことは恥ずかしいことでもなんでもない。だから思い切り泣くといい。君を見てもいいんだよ。落ち着いたかい？はい。ずっと我慢していたんだね。こんなに小さい子供に、なんという運命だ。私には、ユーセイっていう泣き虫の弟がいるんです。よくお母さんに、ナナはお姉ちゃんなんだから我慢しなさいって言われてたからかな。本当の気持ちを抑えるのが癖になっちゃってるみたいで、私がしっかりしなきゃ、我慢しなきゃってつい。ナリちゃんには多分それが分かってて気を使わせちゃってたのかな。ナリちゃんと千早ちゃんって意外と似てるとこあるんですよね。ちょっときつい言い方しちゃうとことか自覚はないみたいですけど、思いっきり泣いてちょっとすっきりしました。ありがとう下田さん。いや、うん、下田さんって恋人はいたんですか？お、なんだね、やぶから棒に。実はずっと気になってたんですよね。下田さんって生きていた時はどんなことしていた人なのかなって。ああ、いたとも。アヤという清楚で知性あふれる素敵な女性がね。彼女とは知人を通して知り合ったんだ。お互いに一目惚れでね。彼女がいてくれればどんなに辛い境遇にも耐えられた。私が生きていた時代は列強に追いつくべく早急に西洋文化を学び取り入れなければならなかった波乱の時代でね。多くの男たちが強い信念と志を抱いて海を渡っていった。僕もその一人でね。生まれつき体が強くなかった彼女を置いていくのは忍びなかったから、彼女の後押しもあって船に乗り込んだ。すごい彼女さんですね。好きな人が外国に行っちゃうなんて絶対寂しかったと思います。僕もそう思うよ。僕自身、彼女と離れるのは身を引き裂かれる思いだった。だから僕たちは何度も手紙を送り合い、互いの近況を伝えた。彼女の励ましがあったからこそ、見知らぬ土地で頑張れたのだと思う。なすべきことを成し終えた僕は、近々大きな成果を持って帰ると手紙に記して彼女に送った。だが彼女からの返事はなく、代わりに届いたのは彼女の母親からの手紙だった。彼女は、アヤが真の憎悪を患って亡くなったという知らせだった。僕は何も知らなかった。いや、知らされていなかった。だいぶ前から病を患っていたにもかかわらず、僕の邪魔はしたくないと事実を伏せていたんだ。何も知らされなかったのは
綾乃、たっての願いだったからだそうだ。忌まわの際にそばにいられなかった自分を恥じた。己の存在さえ否定したくなった。しかしそれを彼女は許さなかった。自分が全うできなかった分、生きてほしいという言葉を残していったから。これは？渡航先から僕が彼女に送ったネックレスでね、肌身離さずつけてくれていたらしい。僕はこのネックレスに誓ったんだ。綾の分まで生きて、生きて、生き抜いてみせると。まあ、いささか生への執着が強すぎたようでね。死んだ後も成仏できずに、この土地に残っているというわけさ。なぜまた泣いているんだ？だって、あんな怖い声で脅かす下田さんに、そんな悲しい事情があったなんて。脅かすとは心外だな。僕は、ぶしつけに扉を開ける輩に忠告をだね。分かってますよ。下田さんって、意外と親しみやすい人だったんですね。それは褒めているのか？はい。うん、まあいいだろう。ところで下田さん。なんだね？前に言っていた I love you は彼女さんにだけ言ってあげた方がいいですよ。お？なぜだね？ I love you は愛してるって意味だから、私たちに言っちゃダメです。そうだったか。好意にしたってラブとライクは使い分けないとでしょ。では I like you こうかな。君が言えと言ったんだろ。笑うのはどうかと思うが。下田さんだって笑ったじゃないですか。僕はいいんだ。ずるい。ようやく元気が出てきたようだな。はい。心細くて弱音を吐いちゃったけど、やっぱり私、ナリちゃんとチハヤちゃんを探します。そうか。諦めずに歩き続けていれば何かしら変わっていくものだ。辛い状況をも打破する力を人は持っている。まずは自分を信じることだ。話を聞いてくれてありがとうございました。お元気で。あ、さらばだ。 I like you。 幸運を祈っているよ。田口さん、いつ帰るの？
僕の顔見るたびにそれ言うのやめてくれないかな。だってもうずいぶん時間経ってるでしょ、うちに来て。まだ10分経ってないよ。ナホ君、そう田口君をいじめないでくれたまえ。明日も助手として僕の取材の手伝いをしてくれる予定なんだ。あ、先生。でも最近うちに来る頻度どんどん高くなってるし、そろそろ厚かましいかなーなんて。長いしすぎです。普通自分で空気を読むものなんだけどな。今来たばっかりなんで。ナホくん、田口さん、今日の運勢って大凶だったっけ？せめて調べてから言ってよ。違うよ。楽しかったな。先生はどこへ行ってしまったんだ。響先生、響先生、今何かいましたよ。どこだね。こっちです、こっち。あ、君、待ってくれ。大丈夫か。すみません、なんか踏んで。カメラ無事ですか。ああ。田口君、どこへ行くんだ。なんでこんなところに来ちゃったんだ。唯一の脱出法って言われてた逆打ちの仕方を、なんで先に先生から教わらなかったんだよ。僕はどこまでバカなんだ。
あの時、僕が廊下に投げ出したカメラ。中に入っていたテープは誰かに抜き取られていたけど、見つかってよかった。おかげで、服のポケットに入れていたテープをこうして見ることができる。ナホ君、ダメだ。そんなもので殴ったら、田口君が死んでしまう。先生！私の付箋シール勝手に使うからでしょ？これ、さやかと愛子にもらった大事なものなんだから！土下座するよ！土下座するから！でも、解雇ばかりしていたら、先には進めないんだよね。思い出は、前に進むためのガソリンでしかないんだ。頑張って動いてみよう。脱出して、先生やナホちゃんたちとまた、楽しく暮らすんだ。なんだ、なんだったんだ今の。もう嫌だ、帰りたい。
ひょっとして出られるようになっているかもしれない。行ってみよう。やっぱりダメだ。びくともしないや。そんなに甘くはないか。扉ってこれ？幻影ってどう見ても本物に見えるけど。ああ！返して。返して。しまった！また！あれ？あれ？そんな。嘘だろう。壊れた。そんな。冗談じゃないよ。カメラが動かなきゃ、僕は、何のためにここにいるんだ！くそ！ダメか。ん？なんだ？やっぱり様子がおかしい。声が聞こえる。ナオミ？プレートがある。用務員室か。入ってみようか。誰もいない。さっきの女の子はどこへ行ったんだ？まさか、この中に？
何もいないか。ん？なんだか、この中から空気の流れを感じる。奥の壁が。あ！用務員室の奥にこんな隠し部屋があるなんて。っていうか、なんだ、ものすごい悪臭だ。もしかしてここは昔のトイレ？あれははしご。上の方に繋がってる。この匂い、やっぱりトイレだよな。それにしても用務員室からトイレの下だなんて、これ盗撮でもしてたんじゃないか。最低だな。ん？あ！もう話さない。したか愛情。何もいないか。
先生、僕はもうダメです。弱虫。田口さん、君は奈穂ちゃん、どうして。確か君には内緒で先生と二人で来たのに。先生とはぐれたのでしょう。そうなんだ。この空間は不安定で危険。あれほど言ったのに。同じ場所でも別の次元へスレッティングされると出会うことはありません。あなたは響先生とここへ来た時とは別の次元のこの校舎に迷い込んでいるのです。この次元はあなたがここへ来たよりずっと以前かもしれないし、もしかしたら何百年も先かもしれません。本当に？理解が早いのはあなたの長所ね。さすがゴシップライター。なほちゃん、出会えて嬉しいよ。追いかけてきてくれたんだね。とにかく一緒にここを出ようよ。先生を探して。なほちゃん、私はもう死んでいます。え？そんな。先生も、私が校舎を隅々まで探していますが、どこにもいません。奈穂ちゃんの霊力をもってしても、ダメなのかい？少なくとも私はもう朽ち果てました。ひどいよ！どうしてこんな。例になって分かりました。先生の生体エネルギーを感じません。もう亡くなられています。あなただけでも逃げ出す方法を探るのです。そして記録したものを持ち帰るんです。田口さん、先生も、奈穂ちゃんもいない。そんな世界に僕だけ帰って、何があると言うんだ。僕にも、できることなんかないよ。もういいよ。全部どうだっていい。もう、楽にさせてくれ。あれは何度も僕を救ってくれた言葉。筆跡だ。
あれは先生が助けてくれているのよ。あなたが生きるのを諦めたら、先生の気持ちは誰が受け止めるの？死んだ私にはもうできない。あなたがちゃんと繋いでよ、タヌキさん。先生、カメラまで直してくれた。僕の使命は。世紀の映像を撮ることだね。僕は田口翔吾、響光先生の助手でありカメラマンだ。先生とはぐれてしまったが、僕は先生との約束通り何があっても撮り続けようと思う。最後まで記録し続けて。やめて！この事実を僕の生きた証として残すん。なんだ？追いかけよう。やめて、ナオミ。最後まで記録し続けて、次の人に未来をつなげてもらうんだ。
動けよ、足。動け。お前、誰だよ。そんなの後でいいから、早く、立てる。足、動くな。急がないと、あいつがまた戻ってくるよ。黙って俺についてきて。わかった。そこの教室に隠れよう。ここまで来れば多分大丈夫。死ぬかと思ったぜ。誰だか知らねえが助かった。サンキューな。あ、いや、どういたしまして。本当に間に合ってよかった。外でなんか割れる音がしたら、あの化け物の気をそらしてくれたの、あれ、お前か。うん。おかげで命拾いしたぜ。俺は如月学園って学校の峰岸野だ。ああ、俺は白檀高等学校2年の大川智弘。よろしく、岸間くん。お前。え、何？なんで目合わせねえんだ。ああ、ごめん。いや、その、なんていうか。なんだよ。うん、うちの学校に島田ってやつがいてさ、岸沼くん少し雰囲気が似てるんだよね。へえ。気分を悪くしないでほしいんだけど、条件反射というか、なんか癖みたいな。よくわかんねえけど、人一人助けたんだぜ。もっと堂々としてろよ。あ、ごめん。おいおい、さっきから謝ってばっかだね。本当だね。ところで、なんで岸沼くんはあいつに捕まってたの？わかんねえ。後ろからいきなり殴られて、気がついたらあそこに。思いっきり殴りやがって。あ、くっそ。コブできてんじゃねえか。守りたい奴がいるのにあんな終わり方。死んでも死にきれねえよ。岸沼君。しかし、俺たち以外にまともに話ができる人間がいるとは思わなかったぜ。そうだね。俺も、いた。腕、どうかしたのか？うん、ちょっと。
今の、ケンスケ！急にどうしたんだよ！聞こえたんだ、ケンスケの声が。ケンスケ？うん、同じ高校の、一緒に飛ばされてきた友達だよ。上の階だ。ここにいるのか？ねえ！どこだ？声はこんなにはっきり聞こえてんのに、どこにもいねえ。ケンスケ、ケンスケ！お前、あんまでかい声出すな。見つかるだろうが。だって、ずっと探してたんだ。ケンスケ、ケンスケ！嘘、なんで聞こえないんだよ。ケンスケ、俺はここだよ。ケンスケ、なんで俺ここにいるのに、なんで行っちゃうんだよ。どうした？お前、何言ってる？きっと、罰なんだ。俺だけ逃げて、みんなを置いてきたから。大川。逃げたんだよ。友達を置いて、自分だけ、逃げたんだよ。凌介や、浦部や、桐崎を置いて、落ち着けよ、大川！大川！おい！くそ！バカ野郎！こんなところで大声出してんじゃねえ！見つかっちまうって言ってんだろ！ごめん。いや、とりあえず大丈夫か。うん、置いていかないって約束したのに。ずっと一緒だったんだ。学校でも遊ぶ時もいつも一緒にいたのに。凌介、ごめんな。お前だけじゃねえよ。多分俺もそうだ。岸沼くんも。ああ、今この瞬間もあいつを一人にしちまってる。とにかくよ、後ろばっか見ねえで、これからできることだけ考えようぜ。ん？なんだこの音。俺、電源切ってたはずなのに、どうして？ラブミラクル、君にキュンキュン革命プラス？なんだこれ？え、知らない？今人気の恋愛シミュレーションゲームだよ。CM くらい見たことあるんじゃない？知らねえな。バイトが忙しくてあんまテレビ見てねえから。嘘。信じられない。うっせえ！
つーかそれ電源切っとけよ。ゲームやってる場合じゃねえだろ。そうなんだけど。何これ、勝手に動いてる。何こんなことってありなのか。でも幽霊とか普通にいるところだし、あってもおかしくないかも。勝手に遊び始めるゲーム機か。篠崎が前に言ってた霊障ってのか。いや、なんだ、ポルターガイスト。そう、それだ。これ、凌介がクリアしたがってた高波さんのエクストラシナリオだよ。もう遊べなくなっちゃったけど。まさかその凌介ってやつは。うん、生きてない。マジか。凌介、足に大怪我してて血が止まらずにどんどん冷たくなっていくの分かったんだ。本当は分かってたのに認めたくなかった。だからあいつに言ったんだ。大川人殺しって言っちゃったんだ。冷たくなった凌介を階段から蹴り落としたから。くそ、絶対許さない。なんだそりゃ、ひれえ仲間がいたもんだな。もっと行きたかったよな。もっとゲームやりたかったよな。助けてあげられなくてごめん。ごめんよ、凌介。おかしくなる奴も出てくるか。きついよな。あれ、タイトル画面に戻ってる。なあ、大川。その凌介ってやつは見えないだけで、案外お前のそばにいいんじゃねえの？え、あいつが？気休めかもしんねえけどよ。それもそいつがお前に何か伝えたくて動かしたとかさ。凌介。だったらよ、そのゲーム機があればいつでもそいつと遊べんじゃねえか。岸間くん。おう、なんだよ、いきなり抱きつくな。ありがとう岸間くん。気休めでもいい、すごく嬉しい。凌介の霊ならいつでも来いだよ。ああ、俺岸沼くんに会えてよかった。分かったからくっつくなって。鼻水つけんな。もう誰かが死ぬの見たくないよ。ねえ岸沼くん、絶対生き残ろうね。ああ、言われなくてもそのつもりだ。こんなふざけたところをとっとと脱出してやる。そのためにも他の奴らとも早く合流しないとな。どこかに引きつけておけるといいんだが。お前、なんか持ってねえか。子供が喜びそうなもんとかよ。
これは、これはウサギか。ウサギじゃない、魔法少女パンツァールのサンクタム君のラバーストラップ。そんなことも知らないの。知るかよ、本当にそれ子供向けか。大人も子供も楽しめるのが最高のエンタメさ。かわいいだろ。なんか怪しいぞ。俺はコンビニのバイトをしてるが、子供用のお菓子コーナーにそのキャラの商品はなかった。むしろ大人が買ってくくじの方で見たことある気がする。ああ、それ俺も買ったよ。ラストワン賞がサンクタム君の髪飾りさ。じゃあ子供にはポンコツじゃねえか。あ、俺のゲーム。バカ、あれ大事なやつだろ。なんでしっかり持ってねえんだ。持ってたさ。でも気がついたら床の上を滑っていったんだ。まるで意志でもあるみたいに。もしかしたら。じゃ、やっぱダメか。え？わあ、すげえ。なにこれ。また動いてる。凌介、凌介が動かしてるのか。ありがてえ、この隙に逃げようぜ。だけどあれが大事だって、その気持ちはわかるが、凌介ってのが守ってくれてるんなら今はその思いに応えなきゃいけねえんじゃねえのか。お前のダチに助けられたな。うん。凌介。泣くなって。だって。まあ、はっきりしてよかったじゃねえか。その凌介ってやつはお前のそばにいた。ゲームは置いてきたが、多分これからもお前のことを影から助けてくれるんじゃないか。いいやつだな。うん。じゃあ、そいつのためにも何が何でも生き残らなきゃな。うん。もう起き上がった。逃げるぞ。岸沼君、一度二手に分かれよう。でもよ、このまま逃げてもいつかは捕まるよ。相手を攪乱して隙をつく、ゲームではよくある攻撃パターンだ。大丈夫、俺意外に足速いんだよ。岸沼君、約束して、絶対生き残ろう。お前だいぶ復活したな。君のおかげさ。行け。うん、またね。行っちまいやがった。あいつ本当に足速いんだな。またお前か。
ここどこだ。血出てんじゃねえか。くそ。何がどうなってやがるんだ。確か薄暗い部屋に監禁されて、ハンマーを持った奴に殺されそうになって、それからダメだ、やっぱ思い出せねえ。けどなんだ、誰かの顔がなんとなく。こいつに助けられたのか。頭痛い。どれくらい気を失ってたんだ。早く篠崎のやつを見つけてやらねえと。待ってろよ篠崎。俺は何もしないよ。だから大きな声出さないで。嘘よ。いや、それ以上近づかないで。いやあ。ごめん。怖がらせたよね。俺は君を傷つけたりしない。守ってあげるよ。そうだよ。もう一人で怯えなくていいんだ。震えて、君も怖い思いをしたんだね。
俺もさっきまですごく怖かったからわかるよ。でももう大丈夫。君は一人じゃな。違うな。死ぬ時は誰もが一人。そうだろう、大川。どこに行っていたんだよ、大川。探したぞ。いや、お前。もう会えないかと思っていた。会えて嬉しいよ。わめき散らす。臆病というのは決して悪いことじゃない。危険をいち早く察知する賢い能力の一つと言ってもいい。なぜ必死に逃げ回らない。泣きわめきながら逃げてみせてくれよ。何言ってるんだよお前。大川、気に入らないな、その目。ほら、早く逃げ回れ。狂ってる。いや、ヒザミ、お前は狂ってるよ。どうしたんだよ、大川。そんなのお前らしくないぞ。あいつから。ふざけるな。はっきり分かった。かっこ悪いのは絶対にお前の方だ。通りになんて動いてやらない。お前なんか、お前なんか、この人殺し。やっぱりお前は人殺しじゃないか。浦部を殺したのもお前だろう。学校でのお前に俺たちはまんまと騙されてたってわけか。みんなを裏切って楽しいか。みんなを傷つけて楽しいのかよ。
お前は最低なやつだ。俺はお前を絶対許さない。たとえここで殺されても、ずっとずっと許せないからな。言いたいことはそれだけか。なんだと。もっと楽しめると思っていたんだが、残念だよ大川。殺されるのも俺に殺されるのな。俺の思い通りの反応をしてやらないだと、ちっぽけな意地だ。お前も山本も。篠崎、どこだ？篠崎どこだ？いねえのか？やべえぞ、あいつまたどっか行っちまったのか。早く探さないと。くそ。あいつ今頃一人で泣いてんじゃねえか？悪い篠崎、ほっといちまって。この階にいてくれるといいんだが。お、あの教室、さっきまでドアが閉まってたよな。いつ開いたんだ？資料室。なんでもいいな、入ってみるか。誇りだ。
あちこちに髪が散乱してやがる。誰かに荒らされた跡みたいだ。あちこちに髪が、あちこちに髪が散乱してやがる。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 あちこち、あち、なんだよこれ、何があったんだよ。まさか篠崎が巻き込まれたりしてねえよな。あれは篠崎。おい篠崎、うっ、なんだてめえら。悪あがきはやめなよ、仲間に。あの子を追いかけても無駄、もう死んでるよ。あ、さあ触れ合おう。お前もこっちにおいで。ち、触られてやばそうだな。邪魔だ、どけ。篠崎を見失っちまったじゃねえかよ。まあそう遠くにも行かねえか。待ってろよ、今俺が。なんか咳出るな。それどころじゃねえが。岸沼くん、問題児、お前さ、なんで学校にいるの？親からも勘当されて別居状態、友達もいない、授業も出ん。つまらないからと学校に八つ当たりされても困るんだよな。楽しくないんだろ。なんでやめないのか意味がわからん。その家庭環境では進学だって考えちゃいないんだろ？はあ。ま、一年のこの時点からすでに三者面談にすら顔を出さない。お前んとこのご両親もどうかと思うがな。うちの親、出来悪い俺のことを嫌ってるから。いや、それ以前の問題だろ。親としての自覚が足りん。俺にもし子供がいたら絶対にそんなことしないよな。まったく大人になりきれていない幼稚な親が、一丁前に子供なんか作るから、世の中幼稚なガキが溢れかえるんだよな。授業料だけ出してりゃ親だとでも思ってんだろ。あの類は、はっはっは。あ、なんだその目は。坪田先生。ああ、お、おお、委員長、なんだ。教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てくださいって。おい、5組で思い切ったお化け屋敷やってるぞ。みんな見に行かないか。マジ？行こっか。あーはー、行く行く。篠崎は？行きたいけど、私責任者だし。
お店離れらんないよ。みんなで行ってきて。そっか。残念だな。じゃあ俺も残るかな。篠崎、話し相手になってやるよ。いいよ、大丈夫。みんな気をつけてね。哀れだね。そんなにあの子がどうなったのか知りたいよ。見つけたところでもう死んでるよ。くひどい死に方だったな。血もいっぱい出て。さっきそこにいたろうが。死んでからも意識が残って動くこともある。死んだことにも気づかずに。てめえら、さっきからうるせんだよ。俺の邪魔すんじゃねえ。誰もいない。どうしてこんなことになっちゃったの。みんなと一緒にいたかった。みんなが好きだっただけ。誰なの。篠崎、お前何言って。篠崎、な、篠崎、どこ見てんだよ。こっちだ。見えないのか。なんでだ。なんで見え、声も聞こえてないのか。待て。じゃあこれならどうだ。あ、何、ジョークが勝手に動き出した。え、シノマ君。そんな、嘘でしょ。岸沼くんなの。
生が帰ってくるの。一緒に待ってたよね。仲間になれ。あの子を追いかけても無駄。もう死んでるよ。話せ、こら！てめえ！じゃない、お前は俺が守るんだ。くそ、さすがにこのままじゃ俺がくたばっちまうな。何かないか。これだ、くらえ。ゲハ。声だな。その調子なら大丈夫だな。死なないで。絶対死なないで。分かったよ。篠崎、泣くな。笑ってくれ。笑ってるお前の顔が一番好きなんだよ、俺。あの後。Ah!
山くん。だよ。俺もう死んでたのか。ごめん。ごめんね、しずまくん。私のせい。痛かったよね。暑かったよね。俺の声が聞こえるのか、姿が見えるのか。うん、そっか。バック、謝んなよ。こうなったのは俺が自分で選んだ結果なんだからよ。でも私が捕まらなければ。気にすんなって。俺はお前を守れてよかったよ。守れなかった方が俺は。キセヌマくん、どうして私を責めないの。あなたにはその資格があるのに。鼻水出てんぞ。篠崎、お前のそういう感情全力なとこ俺は好き。いや、なんでもない。もう俺は、ねえ、ん、私のお願い聞いてくれる。おう、なんだよ、お願いって。幽霊でも何でもいいから、私と一緒にいてくれないかな。なんだよ、それ。真剣だよ、私。大丈夫、心配するなよ。お前のことはちゃんと見守っててやるから安心しろって。うん。けどよ、多分こうして話ができるのはこれが最後だと思う。なんで、どうして。しょうがねえだろ、俺だって話せるもんなら話してよ。だからよ、悪いけど俺はいないものだと思ってほしい。いや、泣いたってどうにもならねえんだって。悪いな。なあ篠崎、こんな姿になった以上どこまで守れるかわからない。とにかくお前は前を向いてサトシたちと合流することを一番に考えろ。うん。篠崎、心配すんな。言葉は交わせなくなっても、お前の後ろには
ところで私を一人にしたら許さないんだから。絶対ついてきてよね。これが死んでからも残る痛みってやつか。結構きついな。篠崎、絶対に生き残るんだぞ。サトシたちと一緒に絶対に。篠崎、今までサンキューな。だったっつーの。あさっては慈愛十字病院の検査の日でしょ。ちゃんと寝て体を整えておかないとひどい結果が出るわよ。ああ、もう分かってるよ。ビー、バカなこととか言わないでよ。番組登録者数100人でも、周りの配信者がどんなに眩しくても、腐らず一生懸命やってんだこっちは。次の配信ネタ何にしようかな。やっぱりホラーは花形だよね。視聴者のみんなに喜んでもらいたいな。眠れん、眠れんぞ。寝ろって話だけどね。目が冴えて寝れない時ってあんじゃん。目が冴えて寝れない時ってあんじゃん。あんじゃん。お、今の可愛いんじゃね。クラスのみんな、元気にしてるかな？感染症対策とかって、登校自粛はわかるけど、長すぎね？暇すぎておならも出るよ、そりゃ。やっぱ眠れん。配信ネタでもネットで漁ろう。涼香も寂しがってるだろうな。学校通ってた時はいっつもミクにくっついてたのに。なんかいい都市伝説でもないの？ほっこり系でもいいよ。あ、なになに？不思議な駅、おかしくなるゲーム。怖そう。へえ、これまでちゃんと調べたことなかったけど、今の都市伝説系って結構ネタもシャープで洗練されてるんだね。
配信向きかもしれぬ。お、何これ。全国の中高生行方不明事件、おまじないによる集団失踪、児童7名殺害事件。絆を結ぶおまじない、幸せの幸子さん。10年前の記事だね。ああ、なんか昔テレビで見たことある気がする。7つくらいの時に。これ実はおまじないと読むけど、お呪いって書くんだよね。時間の狂った謎の校舎に監禁されるって噂だっけ。詳しく知りたい。あ、そういえばこれ系詳しく書いてる本あったな。これこれ、都市伝説大全。めっちゃ古いものから網羅してあるらしくて、なんとなく買ったんだよね。どれどれ。10年前に結構盛り上がってたんだね。伝説の生存者って、何それ。写真まで上がってる。普通の人じゃん。勝手に上げられてかわいそうに。今見るとちょっとレトロな感じもするけど、逆にロマンあんじゃない。今だからこそってやつだよ。他の配信者たち、どれもこれ実際に試してないよね。ちょうど明日は週一の投稿日だし、りょうかと一緒にこのおまじないやってみよう。いいじゃんこれ。テンション上がってミクも蝶も調子よくなってきた。蝶だけに。久しぶりに顔を見て話せたから嬉しいよ、ミクちゃん。ミクも、やっぱ休校中ずっと会ってないと寂しいもんね。ん？でもさ、ミクちゃんはいつも動画の生配信で視聴者さんと喋ってるから、寂しくはないんじゃないの？配信はもちろん楽しいよ。うちのお客さんは優しい人多いからね。でも、ほら、対面しないと摂取できない成分がこの世にはあるのさ。近っ。例えば涼香の笑顔とミクに向けてくれる気持ち、
じゃあ、いっぱい見るよ。思いが通じるように。じー。あ、もっと見て、いっぱい見て。涼化成分摂取させて。尊い、ありがてえ、健康になる。ミクちゃんも私のことじっと見てる。あ、バレた？可愛いなって思ってさ。嫌だった？いやいや、そんな可愛くなんてないけど、見てくれるのは嬉しいし、明日からまた会えなくなるの寂しい。切ない、そんな涼花とミクにぴったりのこの代物、ネットで見つけたおまじない、幸せの幸子さん。幸せの幸？そう、幸子さん、絆結びの神様かなんかかな。これを親友同士でやるとね、一生仲良しでいられるんだって。涼花も聞いたことある？ 10 年くらい前のおまじないだけどね。このおまじないが載ってた元ネタブログもずっとデッドリンクだったみたいなんだけど、昨日見たら文字化けはしてたけど、この片白の画像データが復活してたの。不思議でしょ？これはもう肉たちでやれって運命じゃない？すごいね。見たこともない色のオーラを感じる、この石。石の他にね、涅槃を持ってけとかなんとかメモが入ってた。捨てたけど。噂では、目をつぶってる間に、幸子さんのいる古い小学校に一瞬だけ体が連れて行かれて、おまじないが終わる頃には、この校舎に戻ってるんだって。だから、その間、絶対目を開けちゃいけないの。やばくない？小学校ってなんだろう？霊界かなんかかな？中継したら、再生数うなぎ登りじゃない？ミクちゃん、これ、危なくないかな？って、どうして撮ってるの？だって、やろうと思った矢先に不審な石が届くとか、こんな美味しい、不思議なことってないよ。やろうよ。仲良し女子高生二人が実際に幸せの幸子さんをやってみたって生配信。目を開けちゃダメなら動画で撮ってればいいんだよ。目をつむっておまじないをしているミクたちに何が起こるか。え？あ、私は出たくないよ。インターネットに顔出しなんて。何言ってるのよ。涼花はもっと自分の可愛さを世に出さなきゃもったいないよ。てか国宝の出しぶり、こりゃ罪だよ。お願い、ミクと一緒にやって。出演、今回だけでもいいからさ。
子高生がただ隙を見せてるだけでもフォロワー数がどんどん増える世界なんだ。絶対バズるよこれ。お願い。スキを、実証済み。あ、いや、それはいいとしてね。ここらで面白い配信して爆発させたいの。私ね、一生懸命なミクちゃんを見てるの好き。どんな時でも私は絶対にミクちゃんの味方でいたいんだ。だからミクちゃんがしたいのならいいよ。はぁ、涼花優しい。ありがとう。チューしていい？なんてね。視聴者のみんな期待した？チューはもう少し後、本編でね。よし、予告編ライブ配信完了。ありがとう涼花。早速おまじないやってみよう。いいよ、ミクちゃんなら。うん。え、何が？サチコさん、お願いします。まだ目開けちゃダメだよ。心の中で唱えた？うん。じゃあ、今二人で掴んでる幸子さんの切り抜きを破くよ。せーの。あっ指滑った？うん、怖くて指に汗かいちゃった。いいよ、視聴者さんにも受けてる。もう一回、もう一回やろう。待って。さあ、完了。なかった。失敗なんてなかったよ。もう、いいの？今の、ちゃんとお祈りとかしなかったよ。結果、おらっしょ。どう？みんな。周りなんか変わった？ミクたちが目つぶって唱えてる間、小学校とか見えた？あれ？どうしたの？配信止まってる。嘘！こんな時に？ちょっと待ってよ。サーバーの問題かな？アーカイブは？分かってる。取れてる取れてる。よかった。どうしたの？何これ、変なもの映ってる。ミクちゃん大丈夫？
何これ、怖すぎなんですけど。何これ、まるで最初から開くように作っていない撮影用セットの扉みたい。幸せの幸子さんをやって、それで記憶がない。待って待って、現実的に考えよう。ミク、クールに。ミクが言うのもなんだけど、オカルトなんてありえない。都市伝説なんて作り話のロマンでしかない。今朝から起こってる不思議な出来事、家の前に変な石が置かれてたとか、昨日の夜にミクが閲覧した途端に更新された幸子さんのおまじないのブログとか、よく考えたらできすぎだ。誰か悪い奴に仕組まれてるとしたら、都市伝説のおまじないを試して女子高校生が行方不明っていう形でアリバイを作って、実は何なの？外、廊下、これ、足音。何なのよ！誰か来た？足音がしてた。記憶がないけど、あの後いきなりクロロホルムでも嗅がされて拉致されたとか。いやいや、ご冗談を。一階の女子高生一人なんぞを捕まえて何のために、わざわざそんな。いや、ありえるんじゃない。人間を一人好き放題にするために山の中の廃校に拉致監禁。好き放題って何？
殺すの？嫌なんだけど。確か配信者だよね。いいよ、手助けしてあげる。ここにいるの？誘拐犯め。ミクだけじゃなく、リョウカまで殺す気？冗談じゃない。許さないから！とにかく、外に出るルートを確保しないと。1階に降りる階段、きっと他にもあるよね。リョウカも見つけないと。
嘘でしょ？違う。死んでるの？息してない。死んでる。でも見た感じ肌も綺麗だし、数時間前まで生きてた感じだ。やば。誰が書いたのこのレポ。殺してる奴がいるってことじゃん。やっぱり自殺の手助けの言い訳で人殺してる狂人がいるよ。ごめんね。ここ出たら警察呼ぶからね。最初の教室で近づいてきた奴、絶対やばいよね。君も死にたがり？確か配信者だよね。いいよ、手助けしてあげる。絶対やばい。これ書いたやつ、最低のセンス。山奥の廃校に連れてきて、首を吊らせてこのメモ書き、最高野郎だよ。うじゃない。他の、そう、しているような、情、ない。どういう、どういう？ここは、天神、生姜。なたは、
行けないとこへ来た。
配信者のミクちゃんだよね。心配なんだろう。慈愛十字病院の検査の日でしょ。ちゃんと寝て体を整えておかないとひどい結果が出るわよ。お母さんの家系は遺伝的に肺が弱いのか、おばあちゃんがこの前肺がんで亡くなり、お母さんも胸が弱い。ミクもこの一年で呼吸器の持病が悪くなって、あさって精密検査を受ける。体のことは自分でもわかる。今回は怖い結果が出そうだ。ごめんね。まだこんなとこで死ねない。やだ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 。
やんなきゃよかった。なんでミク、あんなおまじないやろうって言っちゃったんだろう。りょうか、りょうか、りょう覚ましてよ。ミクのせいだ。不安を抱えて生きている、そんな人生にどんな価値が？頑張り続けることに何の意味が？岩見良花、16歳。友人は少なく人見知り。登校自粛期間はひたすら趣味の文筆活動に没頭。両親との仲はうまくいっておらず、中学1年の頃、書いた原稿を父親に捨てられたことで逆上し、警察が出動する事件を起こす。男性恐怖症。幼い頃から父親より受けた暴力に起因する。日々耐え、泣き、我慢するだけの生活。家ではここ十数年の間、笑ったことがない。何言ってんの？彼女のことを少し調べただけで出てきた情報だよ。苦しい。助かりたい。逃げ出したい。そんな彼女がたどり着いたのが、ダークウェブだ。りょうかちゃんは知ってたんだよ、この学校のことを。ここは、あの世にある廃校、天神小学校。確実に死ねる場所、だよ。ウェブでこの学校への飛び方を公開すると、未だに死にたがりが飛んでくる。悲しい自殺志願者だね。ダークウェブにもこの場所へのアクセス方法が載っているんだよ。まあ、投稿したのは僕だがね。死にたい人が来てるんだ。その子の決心が鈍らないように、僕は願いを完遂させる。あんた、何者よ。何者でもないよ。君と同じ時代に生きる、とある企業の社員、一般人さ。あ、そう。知らんけど。涼香が死にたがってた？バカ言わないでよ！アホなの！笑ったことがない？さっきも私見て笑ってたよ！ 100% 相手のことを理解できているなんて、おめでたいこと思ってんのは君だけじゃないかな。君だって死にたがりだろ？だから、僕の管理するおまじないのサイトにアクセスしてきたんだ。違うよ！自分で気づいていないだけだ。内なる声に。だから、リスクについて山ほど書かれた呪いの学校の情報に、どうとでもなれと、深く考えもせずに、軽々しく手を出す。君は半ば、生きることに倦怠を感じている。じゃあ聞くわ。あんたがミクの何を知ってるって言うのよ！肺の病。それ、あれ、ミクの、いつ落としたんだろう？
呼吸器内科に通う白夢美久さん。僕はこの病院の関係者さ。明日が検査の予約日だろ？なんとなく行きたくなかったか？病院。それで、何か起きろと期待して、怒るわけのないおまじないを試し、他愛のない自己欺瞞をして、留院を下げたか？だが、よかった。だね。天神症は本当にあるんだ。明日はもう来ない。検査も来ない。よかったね。もう怖くないよ。おばあちゃんみたいに重病が判明することもない。嘘つき。お前は、嘘つきの顔だ！自分すらも欺いてる！嘘つきめ！こんなにも、君を理解している。味方と分かったかい？さあ、もう楽になろうよ。近寄らないで！裸の君が求めるものは？本当は、そうだったかもしんないけどさ。そう、解放だ。心の奥まで開いて覗くの、ひどくない？誰だって心に矛盾ぐらいあるでしょ！解放とは、壊れた体からの下脱。そう、死だ！怖がることはない。君が望んだことだ！やめて！来ないでよ！バカ！アホ！ゲス野郎！そう！最後みんなそう言うんだ。君よりもう少し、己の本心に自覚が出ているものでさえ、こんな世の中生きてる意味ない。死にたい。言うんだ、僕に。死ぬ間際。人殺しってさ。なんなのよ。狂ってる。はい、チェックメイト。君の人生もおしまいだ。救ってあげるよ、死にたがり。やめて、お願い。確かにミクは長く生きることに興味はないけど、死にたいなんて思ってないよ。聞こえません。生まれ変わったら今度は自分の言動に責任持とうね。あんたが口出すことじゃないだろう。すまない。全然何言ってるかわからない。だ！立てるか、君。さあ、早くここから逃げるんだ。あなたは。その子は、友達かい？よかったな。さあ急ぐんだ。は
はい。名言だな。生きることに興味はない。でも、死にたいとは思ってないか。協力できなきゃ、ここからは出られない。あんたはどんどん孤立するぞ。浅はかな子供たちめ。はっ。マルトゥバの墓は再生する。我らの技術で再び、権限せしめたる、この石があれば。失われた、涅槃にすらも、時を超えてたどり着ける。あれ？石はどこにいた？ん？は？なんだよ。あ？リョウカ、大丈夫？第10話。リョウカ！リョウカ、気絶しただけか。君たち、無事でよかった。頑張ったな。喘息の発作、出てたみたいだけど、平気かい？収まって、というか、あの、すごいです。伝説に会えました。おお、え、伝説？はい、ミクたちの時代では。君たちの時代？サトシさん、あなたがここに飛ばされる前、おまじないを行った日は西暦何年ですか？2008年だけど、今年は2008年だよね。ミクたちは2020年なんです、今年。不思議な石を手に持っておまじないをしたら、サトシさんのいるこの時代に。おぉ。あの、動画撮ってもいいですか？え、携帯で？写真じゃなくて？別にいいけど。ありがとうございます。じゃあ、君たちは未来からこの時代、2008年の天神症に飛ばされてきたわけ？突飛な話ですけれど、そうだと思うんです。割と柔軟ですね、サトシさん。世界というか、こんな学校がある時点でもう理解を超えてるからね。君は嘘をつくようには見えないから、きっとそうなんだろう。10年後の未来では俺は生存者って言われているの？元気出た。仲間と一緒にきっと帰るよ。ミクたちも心強いです。
トシさんと一緒ならきっと。うん。でも気を緩めずに行こう。未来はちょっとしたきっかけで変わっていくと思う。この学校は生きていたかった人で溢れている。君たちのいた未来に向かうためにも、いや、もっとたくさんの人が生き残って全員生存者になる、ずっといい未来に変えていくために、今の俺たちが頑張らないとな。はい。よし、じゃあ一緒に。うわあ！この校舎時々揺れますけど、あれ、サトシさん、サトシさん、あれ、ミクちゃん、私、リョウカ、気がついた、大丈夫？うん、すごい揺れだったね。どうしたの？キョロキョロして。サトシさんがいないの。今ここで喋ってたんだけど、ネットにも書かれてた伝説の生存者だよ。サトシさん、サトシさん、どこですか？いないって、なんで？サトシさん、ミクちゃん、本当にそんな人、存在していたの？いたよ！そうだ、動画で今撮ってたんだ。ほら見て。ほら！あれ？どうして？ミクが一人で喋ってる。絶対抜け出そう。こんな異世界の廃校、動画アップしないと死にきれないし。っていうか、りょうか、生きててくれて、ほんとありがとう。ミクちゃんも。